見つけたぜ。観念したのか。谷をやっちまうとはの、噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。余裕かましとるんやないぞ。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ。頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。行くぞ。行くぞ。斎藤はじめ。ご苦労だった斎藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道取材は免れん。待て。どういうつもりだ。それはこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。ふん、お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大木殿下、ご苦労であった。引っ立てい。